鉄道旅行。鉄道旅行は、鉄道を利用する旅行のこと。類義語に汽車旅がある。電車、機動車を利用しても汽車旅と呼ぶのが一般的である。現代においては、旅行において、鉄道を選択することは、単なる移動手段の選択の一つでしかない。しかしながら、産業革命期において、格安の輸送サービスを実現した鉄道は、 一般大衆に普段生活する場所とは別の場所を周遊するという娯楽を初めて可能にするに至った輸送手段であった。初期の大衆旅行において旅行そのものの質の変遷は鉄道サービスの変遷と常に隣り合わせであり、その意味で鉄道による旅行である、鉄道旅行に着目することは重要であるし、こうした歴史があることが鉄道による移動そのものを楽しむ旅行が 一般に認知される要因となっている。鉄道を登場以前、旅は多くの危険を伴う行為であった。自分の住む地域と異なる地域を旅行する際に、現地の移生者が身の安全を保障してくれる可能性は現在に比べて低く、また現在に比べて人の移動がずっと少なかったために、抗体を持たない病原菌に感染する可能性が高かったのである。 ごく限られた範囲を旅行する際でも、悪路を徒歩や馬車で長時間かけて移動する必要があり、旅行先での滞在設備の欠如、長期間を要する旅行費用、地域情報の欠如などはごく限られた層を、例外として、業務目的以外での旅行をためらわせるものであった。鉄道の登場は、こうした事情を大きく変えた。鉄道は、人々の移動時間を大幅に短縮することに、 成功し、情報の伝達をスムーズにした。鉄道がもたらした産業の成長により、様々な業務で長距離を旅行する人々が増加した。トーマス・クックは、こうした大衆の旅行に対する潜在需要を察知し、さらに鉄道輸送に季節波動もあることに目をつけ、1841年、鉄道を用いた団体旅行の企画を世界に先駆けていった。この企画は大成功で、 クックはその後もパリの万国博覧会などの旅行の企画をい、トーマス・クック社はその後世界有数の旅行者に成長するに至った。初期の大衆旅行における鉄道のサービスは劣悪であったが、全旅行時間に占める鉄道による移動時間の割合は比較的高いものであった。旅行だけではなく、新たな食を求めての長距離移動など、 かつての人々の人生の節目における鉄道の役割は大きいものであった。日本における旅行手段はかつて1960年代まで鉄道が最も一般的であった。しかし、これは鉄道そのものの魅力によるものではなく、代替移動手段がないことによる選択であった。1970年代以降、自家用車と航空機が一般化していく中で、 鉄道は絶対唯一の旅行手段ではなくなっていく。その中で、あえて鉄道を移動手段として利用する旅行自体に魅力を感じる層が出現しはめる。その先駆けと呼べるのが作家内で100のアホ列車シリーズである。1977年頃に始まるブルートレインブームによって、ブルートレインに代表される夜行列車が少年層の憧れとなり、 それまでの SL ブームが蒸気機関車を撮影することに比重があったのに対て列車に乗ることが趣味になるという認識を一般に広める契機となった。また、同年には種村直樹が日本交通公社から鉄道旅行術を出版した。この書籍には乗車券の購入方法から駅弁の楽しみ方、宿の取り方など当時はあまり公開されていなかった。 鉄道旅行のノハウが詳細に記されており、鉄道旅行のバイブルとまで言われた。この書籍によって、各大学の鉄道研究会や、鉄道友の会では当たり前であったノウハウが一般化し、一般の人が鉄道旅行へ出る基礎情報が揃うことになる。そして、1978年に、中央公論社で活躍した編集者、常務であった宮脇春蔵が書上作である。 時刻表2万キロをカーデ処方から刊行した。宮脇のひ々とした文章と淡々と鉄道に乗り沿線を旅していく様子が、鉄道に興味のない一般大衆の心をつかみ、それまでの鉄道関係書籍としては異例のベストセラーとなった。この書籍の影響は大きく、日本国有鉄道が1980年代にいい旅チャレンジ2万キロメートルキャンペーンを貼るきっかけとなるなど、 鉄道を乗ること自体が趣味として一般に認知された。なお、宮脇は1979年に最長片道ギップの旅を新庁舎から出している。宮脇が最長片道ギップという分野を開拓したわけではないが世間一般に最長片道ギップを広く認知させた。一方、種村は車中泊のみで列車をつなぐ。 乗り継ぎ旅と計画性を持たず、成り行きで工程を決める、気まぐれ列車という二つの鉄道旅行の形態を提案した。また、汽車旅という用語を鉄道旅行の代名詞として最初に使用し始めたのも、種村である。宮脇が教習を誘う、気候文と共に、鉄道旅行を広めたのに対して、種村は鉄道旅行の手法を提案することで、 鉄道旅行の魅力を広める役割を果たした。高速道路網の拡充、航空会社の競争促進策などによる社会のスピード化に伴って在来線鉄道による旅行は減少傾向をたどっている。前述のブルートレインに代表される夜行列車は新幹線への乗客誘導と度重なる合理化によってことごとく削減されてしまった。在来線が 本来の威力を発揮する 300km 程度までの距離についても高速バスとの競合が激しくなっている。さらに国鉄分割民営化と整備新幹線による並行在来線分離の煽りで長距離列車の削減のれが止まらなくなっており、在来線のみを利用して長距離旅行を行うことは困難になりつつある。また、鉄道会社各社が利益重視、 効率重視の度合いを強め新幹線へ注力する。一方で、航空会社には、マイレージサービスや利用の多い乗客を対象にした上級会員サービスの提供、早割や長割などに代表されるバーゲン型割引運賃の提供などがあるが、JR には基本的にない。また、周遊券や各種割引乗車券の開配等も、鉄道旅行の衰退に拍車をかけている。 ただし、青春18切符などは存続しており、鉄道ファンはこれを利用して、普通列車での旅を楽しむものが多い。かつて走っていた関東地方北海道を結ぶ、北都勢、カシオペア及び、近畿地方、北陸地方北海道を結ぶ、トワイライトエクスプレスは、単なる旅客輸送では、航空機、北都勢、カシペアであれば、羽田、成田、仙台から新千歳など、 トワイライトエクスプレスであれば、伊丹、関空、小松から新千歳などに対抗できないため、旅客が鉄道旅行を楽しめるよういろいろな工夫がされいた。これらの列車が廃止された現在では、JR 東日本のトレーンスイート四季島、JR 西日本のトワイライトエクスプレス随風 JR 九州の七つ星ン九州がクルーズトレインとして自車線内線経由して、 観光地を巡る列車として運行されている。また、九州旅客鉄道 JR 九州は自社管轄地域の特徴のある環境を生かし、観光特急の発展に力を入れている。九州新幹線の開通で南九州へのアクセスが容易になったことから、特に南九州エリアでの観光列車の設定が多い。こちらも上記の寝台特急のように、 旅客に旅を楽しんでもらえる様々な工夫がされている。旅行会社などが企画する団体旅行において、その団体を輸送するための専用列車を用意することがある。これを団体専用列車という、通常は急行や特急向け車両の予備車両を利用する。また、工述するジョイフルトレイを用いることもある。単に鉄道で移動するだけではなく、 移動中にも企画や談笑で楽しんでもらうために通常の列車を改造しイベントができたり展望を良くした列車が作成された。これを総称してジョイフルトレインという楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。